さあそれでは第3ラウンド第2試合に行きましょう。 DJ カットマスターガトバトルビートを聞かせてくれ。このビートで第3ラウンド第2試合に突入です。まず先行の MC は先行シャミス。先行シャミス対する MC 後攻の MC は後攻ジェイク。シャミス VS ジェイク8小節3本です。行きましょう。レディーファイト。俺も正直周りの屍だけど対戦相手スキルを見定め。俺も言われるぜかませるのは今だけ。だけどここ岐阜県でかませることが幸せ、yeah!そう思ってる。何度もぶち上げる会場この環境俺は感謝しかない。だけどスポットライトよりも輝ける太陽これは天性じゃねえ努力で培う才能。シャミスお前が俺を見定めるんじゃない二人を見定めさせるんだぜ。偽物なんて今日は一人もいねえ。偽物じゃねえ誰もが本物だぜ。てっぺて見下ろすなんてしねえ。今日はラストのライブに任せてくれ。いやアフターもあるしな。だけどやることがある。アフターのライブをジャンプライブに変えてやる。いや俺はアフターはいけない。今日は日帰りで帰らなきゃいけない。だからここで楽しむだけ。いや偽物とか本物とか偽物じゃねえ。俺がマイク持ったらスキルはゲテモンだぜ。いや怪物級俺はライムする。いやそういうタイプでやってるだけ。これは完全即興発声方法も耳につけて。だけど裏返しまってる。これが俺の弱みかもしれねえ。ビリビリ感電が少々来たようで心の奥の方まで染みてくる。100万ボルト知らねえけど何万ボルトでもいいよ。俺は首と心に響かせたい。そのためにやってきた。やらがせここでお騒がせ。負けるなんてやだね。さっきのあるしの弁がある。絶対に譲らねえ。いや俺もかっけえことをしたいし、うめえで終わるラップはしたくない。かっけえとかうめえで終わるんじゃねえ。全員の心に届かすかっけえうめえのその先を求めてバスケってるぜ。いや俺はそう思ってる。うまいやつなんて5万といる。かっけえやつなんて5万といる。だけど俺には俺なりの言葉がある。だからそれを音源に落として今 EP も制作中だぜ。ヒーローになりたいのかトップに立ちたいのか。一人でいい。あいつやべえって言わせたいんだ。それをひたすらただひたすらつなげればこうやってここで出会えるじゃねえか。だから俺はヒップホップが好きだ。俺みたいなクソ田舎もんでもやるときあるぜ。なめじゃねえ引き金サウトにマスピークアップ。指はかかってる。終了。それではジャッジに入ります。先行シャミス、後攻ジェイク。もう一度聞かせてください。先行シャミス、後攻ジェイク。これは決めきれない。延長に入ります。先行高校立ち位置入れ替わっていただきありがとうございます。先行がジェイク、そして高校がシャーミスです。延長ビート変わります。DJ カットマスターガト延長ビート聞かせてくれ。このビートで延長戦に入ります。先行ジェイク、高校シャーミス8小節3本となっております。行きましょう。延長戦レディーファイト。 Yeah. 何から話そうか。昨日俺っ子と連絡取り合ってた。口喧嘩祭よろしくお願いしますって。あいつ熱40度超えてるらしいぜ。その魂の方が熱いぜ。俺はな引き継いでいきたい。歴史は変わらない。紡いでいくもんだ。一本の糸雲の糸曇り空も晴れ間に変えるようなブラックサンダー。 Yeah.レイコ君の分も同じギフトしてしょっていきたい。さっきはボンズさんに勝った。だけど引き金サウンド全員の伝えをしょって俺も今ここにマイク向かってやってるだけ。で、そうだぜレイコ君の熱が上がってる。だけどここの会場全員の熱も上げさせる。それが俺らのやりたいことだぜ。まだ足りねえバスケに続けるだけだぜ。なんか調子下がってきた。
別に言いたいことないの？熱なら熱さましいと？でも貼っとけばいいよ、こいつがおすくり、はは、笑ってくれよ。ボクソ M 悪魔と天使、どちらに揺れるこの吊り橋、その先に何があるか俺も見たい。お前もそうだろ、早くこっちじゃなくてこっちの絶景を笑いながら眺めたい。いや、俺は俺なりの絶景があって自分しかたどれない道を行ってく。調子が下がった。いや、俺はまだまだスタミナ切れはしねえぜ。ラップがスタン好きだから歌いまくれる。いや、そういうやり方俺もそうだぜ、熱さマシーンと。でも俺のテクならヒップホップってわけじゃねえかもしれない。ラッパーっぽくない見た目だろうとステージの上で輝けるここの場所だぜ。地元のためだとか仲間のためだとか危機感サウンドを背負ってるとかそれもわかるが、今日出てる32人はそもそもな危機感サウンドのお墨付きじゃ。一歩も引く気はない、これで返すしかない。これが恩返し、鶴の恩返し、決して見るんじゃない。画面の向こうには答えはないだろう。いや、鶴の恩返し、俺も家族とか仲間、そういう大切なものがある。俺は岐阜を離れた、離れなきゃいけなくなった。だけど離れて気づけた岐阜の良さってものもあった。いや、ずっとここをフットって呼び続ける。今では神奈川に飛んで、あそこはホームタウンかもしれない。だけどフットはここだけ。だから何回も戻ってきてラップで遊ぶんだぜ。終了。それではジャッジに入ります。先攻ジェイク、後攻シャミス、勝者ジェイク。シャミスに大きな拍手をお願いします。シャミス、ぜひ。ありがとうございました。今日僕はボンズさんと一番やりたくてやれてよかったです。僕は岐阜県で生まれて岐阜県で育って、1年半前ぐらいに岐阜を離れたんですけど、離れて関東の方に行ってみれば田舎者って言われたりとか、学校のやつらにだって岐阜ってコンビニすらないだろうってバカにされたりとか。でも岐阜県に来たことある人とか岐阜県に住んでたやつしかわからない岐阜の良さって絶対あるし、このパーティーも岐阜に来た人しか味わえないので、岐阜は最高の場所だと僕は思います。ありがとうございました。イエー、サービスに大きな拍手。いいですね。さあ、それではベスト8からベスト4に、絞る上で次に第3ラウンド第3試合に突入です。第3試合のビート、 DJ パトラー聞かせてくれ。このビートで戦ってもらいます。第3ラウンド第3試合、先行の MC 引かせてもらいます。